まずハイブアタックの打ち合うんですよね。あ、避ける。見ない。開幕ハイブアタックです。あー、ステップカメラ。ジャンプ A カメラ。めぐりカメラ。ハイブアタックです。フライヤーハンマー。もういきなり突っ込む。まずゲージが溜まる。ステップカメラ吊るしていく。BA ファイナル決めて、ジャンプへ中断。まずここで、何かがあるか、両パン暴れで、まず5勝。さあ、ビジュアルゲーム誌、次が出てくるのはエイジ。あ、いきなりジェットカウンターに突っ込む。中断。B から BA からのジェットカウンター。足右中段があるって。おー、5勝ペース、5勝ペース。足払い前へ当たり。さあどうする、エイジどうする。まず避けて、マックス残鉄がある。5歩さあ、ここで残鉄派のコマンドが許されない。これにはジャンプ A が先に当たる。楽しんでる。まあ、そして最後に出てくるのはクラウザー。トバット、ウィッチボール。さあ、ヤシロは MP で構えていく。ここで大ジェット、アッパーで返していく。飛ばすと、ガーキャンで返す。ベストボールに足払い。A、前へ。A で止めていく。ジャンプし、バックして。飛ばすと、デックス使ったところに、バックスインパクト。中段となって、ジャンプ A 勝利。5勝のヤシロが3立て。ゲームオーバー。じゃあ次、ハスみたいカット。ハスみたいカット。ボタン配置確認してください。ハスみたいカット。これが12試合目ですね。では始めてください。より裏ゆり裏やしろ対するが裏マリー裏ギース表ゆり。あ、関東の総大将ハスミに対するはカット。レディーゴー。ここでアドバンストゲージですね。ダブルレッグ固めていく。ハスミの裏ギースが画面端、投げ外す。弱小で切り返す。アッパーが暴れていく。ここで青い花クズ風決めて、起きて目はアッパーでかわす。ダブルレッグレッグ受け、避けるレッグ受け、やっぱライス避けたところに、ハスミがいつの間にか追い込まれている。避けて落としていく、投げ外す、エンディング。闇払い当たってカット、闇払い当たってカット。ハスミの裏ギースが負けて、次は裏表ユリ。足払いトラックで集団ガード、これが当たる。ここはお互い避けている。 BBA から超アッパーダブル、ほぼ差がなく取り返すハスミ。表対裏ユリドーキャラね、表対裏太陽拳、光拳を避けるハスミ。太陽拳ヒットカット、
集団が当たる。さあ徹底した試合運びを見せるカット。BA 貢献、なぜか2回連続 BA 貢献。パスミが近寄りにくい感じ。アップアタイク。BBA から届かない。しっかりしている。足払い。完全に完封ペース。ショーアップ。逃げジャンプ。追い込む。AA 再発。ここで決めていく。BA 再発。これはガード。避けて。投げる。再発。MB 当たってカット。アスミに残されたのは裏マリー一人。レディーゴー。ジャンプに足払い。裏よけてバックと砲脚が入る。追撃入ってピンタをかわす。スライサーよける。中断。これをよけてもう一回中断。ウラマリーの激しい攻めでここは取り返し、大将戦浦安の対ウラマリー開幕開始。ビビッといく。エキストラゲージがたまる。ダイエル取って 8B で暴れていく。ジャンプ、ジャンプ飛ばし、リアルカウンター。これが刺さる。さあ大連結マッチアップなるが、バーチカルアロー。 BA からキスミが出ない。 AA と繋いでいく。キスの間にが飛ぶぐらい。ライザー、もうよく上がんなくなってくる。スライスカレーション潰していく。投げて、ハスミが逆転。